どうも、まほらです。今回はペーパークラフトをやっていきたいと思います。作るのはクリスマストレインっていうものなんですけど、これもキャノンのクリエイティブパーク、これにあるんで、そこからダウンロードして印刷して作っていく感じです。今回は枚数が多くてパーツがかなりあるんで、部分ごとにカットして作成してまたカットしてっていう感じで作っていきたいと思います。クリスマストレインっていうぐらいだから、列車、先頭車両、中間車両、最後尾っていう並びになってるんで、まずは先頭部分から作っていきます。全部で11枚あって、パーツ数が103ですね。まあ、これ結構時間かかりそうです。ではやっていきます。2時間経過しました。一応先頭車両の方のパーツカットは終わったんですけど、折り目の筋つけてたけど、この大物2つが残っちゃいましたね。やっぱりパーツ多いと大変だな。これまだ作る前段階だもんな。
4時間経過しました。あとはこの先頭車両に乗車するサンタクロースのおじさんを作れば、先頭車両は仕上がるのかな。うん、そうだね。でもここまで4時間かかったけど、まだ進んでないよね。ようやく先頭車両が完成しました。ふう、思ったよりも大変だった。これだいたい今で5時間ぐらいかな。先頭車両でこれか。あと一応これ連結部分があるんで、この後に中間車両があって、最終日、最後尾になるんで、まあこれぐらいの大きさになるのかな。一応これ車輪が動くと、上に乗ってるサンタさんが動くようになってますね。ちょっと分かりにくいけど、こんな感じで動きますね。ちょっと乗り上がるみたいな感じで。実際これぎこちない動きだから、続きで中間と最後尾を作っていきますか。これはもうどれぐらいでかかるんかな、あとな。
6時間経過しました。中間と最後尾はパーツもそんなに多くないんで、意外と早く終われそうかなと言っても、まあ大変っちゃ大変ですね。一応中間車両と最後尾、まあ最後尾といっても追加すれば連結していけるんですけど、一応できましたね。思ったよりも早くできたのは、まあ作り方が両方とも同じだったっていうのがあります。あとはこれの上に小物類が乗るみたいな感じですね。で、連結の方も、難しいなこれ。連結が、やばいやばい、取れちゃう。あれ、あ、できましたね。一応連結がこういう風になります。で、先頭車両にも
つないで、長さ的にはこんな感じ。結構大きめですね。よし、じゃああとはここに載せていく小物類を作っていきたいと思います。1時間経過しました。一応小物類があと4枚分かな。これが終われば完成ですね。あともう一息です。10時間経過しました。とりあえず小物類のカットは終了して、今折り目に筋をつけてるところですね。あともう一息だ。
12時間経過しました。いやー、思ったより時間かかったな。これまだまだ小物類のやつがたくさんありますね。おまけに途中で間違っちゃったし、まあクリスマスまでにはいけるんじゃないかな。ようやく小物関係が完成しました。これで一応全部終わったんで、あとは列車の方に乗せていけば終わりですね。だいたい今で13時間半かな。結構時間かかりました。もう少し早く終わると思ってたんですけどね。まあ途中で間違ったりとかもしたんで、まあこんなもんでしょう。じゃああとは列車に乗せていきます。
こんな感じですね、クリスマストレイン。サンタさんが運転してトナカイとかは荷物扱いで、雪だるまにクリスマスツリー、あとはプレゼントって感じです。なんとかまあクリスマスまでには完成しました。よかった、間に合わんかと思ったけど